さてここから男子の試合が始まります。一発目はフェザー級です。 57.5 キロ以下の契約で行われます。2人が向き合いました。さあ福井さん、はい、先ほどまでの女子の試合とはまたこう空気といいますか雰囲気変わりましたね。そうですね、もう目つきが怖いですよね。カメラを睨むはその目が怖いです。確かにそうですね、この会場の空気を2人が変えました。何かこう一発当ててやろう、一攫千金、そんな目つきであります。さあ試合スタートです。始まりました。青いトランクスが平野、そして黒いトランクスサウスポーに構えています優也です。まずはお互い距離を測ります。さあ上村さん、はい、上村さんはこの試合はどんな点に注目されていますか。ああ首相から連続攻撃です。いきなり反則が出ました。首相撲からの連続攻撃、これは反則です。なんかでも平野選手ガンガンパワーでいくの珍しいなと思っちゃいました、はい、今レフリーから口頭で注意が与えられました。おっ、キレに合わせて、そうですね、出てきました、はい、効いてますね。パンチが入りました。あボディから右フック、優也サウスポーです。ミドル前蹴り、ボディも効いてる、突き刺した、そしてまたミドル、いいのが当たりまくってますね、はい、右ストレート、はい、食べる間がないですね。うん、どんどん攻撃を出してきます。これ結構効いてるんじゃないですか、はい、ボディ効いてますね。あのカメラさん、かなり続けてミドル蹴りますよね。平野三日月っぽいですよね、ミドルというよりは、はい、でもあの優也選手 の, あのパワーに対して平野選手の技術っていう応戦になると思ってたんですけど、いやバチバチですね、かなり倒しにいってる。そうですね、そして今度は優也出てくる、三日月で応戦する、平野が三日月で応戦、ダメ振りが入ります。いやこの三日月いいですよね、はい、三日月距離を詰めてきました。すでに優也選手お腹が結構あざですか、赤くなってますよね、かなり序盤から前蹴りとそして三日月蹴りをもらっています。この三日月、平野の三日月蹴り、パンチは空振り、めちゃくちゃ緊張感ある、はい、少しでも上村さん、あの優也も目が慣れてきましたかね、どうですかね。でも三日月は結構警戒してますよね。そうですか、1ラウンド目のこの序盤の勢いがなくなってきちゃってる、うん、おーハイキック、残りが1分切ります。また三日月、あナイスストレート、いいですね、ボディストレート右、優也のパンチ、三日月を続けていける、おい膝空振りです。なんかダウンになっちゃうんじゃないかぐらいの、いやボディ効いた、ボディ効いた、効いた、効いた、しかし出てくる、優也、ね、が距離を詰めて出てくる、出てくる、優也膝を狙ってるから右で返す、平野、優也選手また強いですね、確かにそうですね、でも効いてるんだけどな、はい、あ左、いや距離どんどん詰めてくる、優也右、あいやよろしく、左、あーグラついた、グラついた、優也のパンチ、優也選手のストレートもめちゃくちゃ強い、右、平野の右、倒れない、倒れない、優也、上村さん、はい、すごい殴り合いでしたね。いやいや、なんかもう本当目の前で起こっていることがちょっともう怖くて、はい、固まっちゃいましたね、はい、序盤は蹴りで試合を組み立てていた平野ですけども、そうですね、やっぱりあの三日月だったりとか、まあ、三日月と同じ角度でハイキックも狙ってたんで、はい、あとやっぱり平野選手今日めちゃくちゃ攻撃的アクティブでしたね、はい、だから優也選手がどんどんアグレッシブに行くのに対して、まあ、技術を応戦していくのかなっていう展開を予想してたんですけど、はい、まさか1ラウンドでこんな展開になると思ってなかったんで、はい、いや平野選手のなんか成長が見れたというか、すごい一皮むけた感じがしましたね。そうですね、途中からはあのパンチの打ち合いになりましたよね、はい、そうなんですよ、平野選手 も, もう間違いなくストレートいいのもらってるんですけど、はい、まさかこのタイミングでこんなパンチの王将が見れるなんて、すごいですね、はい、いやフィニッシュブローをご覧いただいています。
コーナーを背にして最後右。そうだからここでもう平野選手がやられちゃうんじゃないかなって思ったんですけど、うん、いやまあさすがアテカン素晴らしい。いやそうですね。わあそしてちょっとチャラい。いやチャラいですね。確かに。福井さん恋の女性としてはどうなんですか。そうですね。まあ勝ったからしょうがないか。勝者は全部持っていくってことですかね。かっこよかったですからね。そうですね。一発一発も狙ってましたよね。いや最後コーナーを背にしながら。いや本当にすごいなと思いました。そうですね、まさか右一発でぶっ倒しました。いやゆうや選手大丈夫ですかね。いや本当にちょっと心配になっちゃいますね。リング上ね、担架で運ばれます。ノックアウト負けを喫したゆうやは担架で運ばれていきます。結構倒れた直後硬直してたんで、怖くなっちゃって大丈夫かなみたいな。試合タイムは1ラウンド2分45秒でした。試合タイム1ラウンド2分45秒ノックアウト平野亮が倉敷からこの大阪にやってきて見事勝利を持っていきました。まあウィナーテイクスオール、勝者が全部持っていくというそんな光景であります。勝利者賞をかっさらっていく平野亮が、まあ勝った平野としては気持ちいいでしょう。いや本当にもう完全に工藤選手見据えてましたね。あそうですね。楽しみ。工藤正秀のことが当然頭にあるでしょう。岡山県から来ました MTG 選手の田村です。すいません、ちょっと途中の畑が出せちょっとダサい姿を見せちゃったんですけど、前回負けて僕ずっと大阪大会出たくて、でも前回門口君に負けてちょっと出れないなって思ってたんですけど、出させていただいてまずはありがとうございます。もう本当に何回も言うんですけど、もう本当にライズのベルトだけが欲しくて、今本当格闘技頑張ってるんで、もっと強くなります。なんで僕のこと忘れず、皆さんこれからも応援してください。絶対チャンピオンになります。ありがとうございました。この後も楽しんでください。ありがとうございました。毎日の拍手をください。フェザー級ランキング8位の平野亮が見事に岡山からやってきて、そしてこの大阪でノックアウト勝利を見せました。試合タイム1ラウンド2分45秒、優也に勝利しております。